全国でも140を超える地点で今回はキャンペーンとしてですね観測をしようということで、私たちをその一員としてこれから撮影しようとしています。斉藤さんは、はやぶさ2の帰還に備えて、3日から観測と撮影に取り掛かりました。3日は湿度が高くて撮影できませんでしたが、6日は湿度が少し下がり、撮影を期待できる条件となりました。午前1時半になりました。今、はやぶさ2の撮影が行われています。狙っていたところを多分ですね、はやぶさは通ったはずです。写真の方に1枚でもいいから写っててくれると本当にいいですね。斉藤さんによりますと、撮影できたか確認中ということですが、気象条件が厳しく写っている可能性は低いということです。しかし斉藤さんは、はやぶさ2のミッションが無事成功してよかった、2027年に次のミッションを終えたはやぶさ2が地球に近づくので、その時もう一度チャレンジしたいと話していました。